小学校の文集が押し入れから出てきた。未来を夢見る無邪気な子供の私がいた。そうか、私の夢は宇宙飛行士だったね。そんなことさえ忘れて今まで生きてきた。夢は必ず叶う、それは確かに本当だよ。でも頑張った分しか夢は答えてはくれない。宇宙飛行士になってますか。月のお家に住んでますか。ましたか。夢が叶っていますように。子供みたいな夢なんていつの間にか忘れてた。会社の仕事に追われ、家族に手を焼いて、大人になるっていうことは今を生きること。つまらぬ夢などどこかに置き忘れてしまったよ。夢は必ず叶う、それは確かに本当だよ。でも頑張った分しか夢は答えてはくれない。宇宙飛行士になってますか。月のお家に住んでますか。鉄腕アトムに会いましたか。はい、ありがとうございます。